長所授与、酒井武雄総長。学域大学院博士課程修了者、総合科学研究科1名、法学研究科2名、経済学研究科2名、国際関係研究科3名、理工学研究科20名、薬学研究科5名、総合社会情報研究科8名、右代表村井和子、修了者起立。学域村井和子、日本大学大学院国際関係学研究科国際関係研究専攻の博士課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したので博士国際関係の学位を授与する。平成22年3月25日日本大学総長医学博士酒井武雄。おめでとうございます。着席。学域大学院修士課程修了者、法学研究科52名、経済学研究科37名、国際関係研究科7名、理工学研究科437名、工学研究科89名、薬学研究科42名、グローバルビジネス研究科19名、総合社会情報研究科62名、右代表伊藤学、修了者起立。学域伊藤学、日本大学大学院理工学研究科社会交通学専攻の修士課程において所定の単位を取得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したので修士工学の学位を授与する。平成22年3月25日日本大学総長医学博士酒井武雄。おめでとうございます。着席。学域大学院専門職学位課程修了者、法務研究科96名、右代表吉岡翔太郎、
修了者起立。学域吉岡翔太郎、日本大学大学院法務研究科法務専攻専門職学位課程法科大学院において所定の課程を修了したので法務博士の学位を授与する。平成22年3月25日日本大学総長医学博士酒井武雄。おめでとうございます。着席。学域学部卒業者法学部第一部1435名、法学部第二部302名、経済学部第一部1382名、経済学部第二部118名、国際関係学部738名、理工学部1909名、工学部990名、薬学部2名、右代表吉田信彦。卒業者起立。学域吉田信彦、本学経済学部経済学科所定の課程を修め本学を卒業したので学士経済学の学位を授与する。平成22年3月25日日本大学経済学部長小南井、日本大学総長医学博士酒井武雄。おめでとうございます。着席。学域短期大学部卒業者小径学科62名、食物栄養学科81名、建設学科48名、基礎工学科40名、応用科学科27名。修了証書。短期大学部専攻科修了者食物栄養専攻21名、右代表澤田恵那。卒業者起立。学域澤田恵那、本学建設学科所定の課程を修め本学を卒業したので短期大学士工学の学位を授与する。平成22年3月25日
日本大学短期大学部学長、医学博士、酒井武夫。おめでとうございます。着席。総長賞、学業成績優秀にして優等賞状を授与される者156名、右のうち特に成績優秀にして総長賞を授与される者、法学部吉村和樹、経済学部吉田信彦、国際関係学部川西由香、理工学部岡崎和人、工学部長澤和典、短期大学部静谷龍斗、右代表長澤和典。受賞者起立。賞状、総長賞、工学部機械工学科長澤和典、右は学業成績優秀につき記念品を授与し、これを賞する。平成22年3月25日、日本大学総長、医学博士、酒井武夫。おめでとうございます。着席。総長賞、学術文化活動等において特に成績優秀にして総長賞を授与される者、経済学部井口明彦、ライフセービング。優秀賞、学術文化活動等において成績優秀にして優秀賞を授与される者、短期大学部浪川慎吾、フードコンテスト。右代表井口明彦。受賞者起立。賞状、経済学部井口明彦、右は本学在学中全日本学生ライフセービング選手権大会男子サーフレース競技において4連覇を達成するなど、本学の課外活動の発展に大きく貢献したので総長賞を授与する。平成22年3月25日日本大学総長、医学博士、酒井武夫。おめでとうございます。着席。総長賞、体育活動において特に成績優秀にして総長賞を授与される者、法学部
佐藤達也ボート部、法学部渋井拓也射撃部、法学部大島和明バドミントン部、法学部早崎周平バドミントン部、経済学部栗原隆弘バスケットボール部、国際関係学部ギタウ・ダニエル陸上競技部、右代表ギタウ・ダニエル。受賞者起立。賞状、国際関係学部北宇ダニエル。右は本学在学中陸上競技部選手として特に優秀な成績を収め、本大学の体育の向上に著しく貢献したので総長賞を授与する。平成22年3月25日日本大学総長医学博士酒井健雄。おめでとうございます。着席。